北陸電力、コウノトリが巣作りで送電変更。先日、北陸電力が、ノトリが北陸電力の電柱にこのように巣を作ったとして、地元の皆様からの要望で、停電の防止及びコウノトリの感電防止のため、送電を変更したと。ひなの誕生を期待し、今後も見守り対応を継続しますと。 明らかにいたたししましたこちら、この時期になりますと、鳥の巣作りが原因で、停電が発生することがございますので、今回は北陸電力が特別の計らいで、巣をそのまま残し、停電しないように対応されておりますが、皆様、こういった鳥の巣を見つけた場合は、電力会社に連絡していただくようにお願いいたします。以上になります ご静聴いただきありがとうございました。